このメガネラ君、レーダーの効果を持ってるんですね。まあ、これで危険生物がいたら、すぐに察知できると。こんだけいるとちょっと気持ち悪い。いや、かっこいいね。おー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 、瞬殺。はい、どうもこんにちは、ゴシバと申します。今回はアークの、ヘイム不可生物縛り、やっていきたいと思います。まあ、前回の投稿からかなりね、時間が経ってしまったんですけども、まあコマンドリストをね、作る方に時間を取られてね、なかなかできなかったんですけど、まあ、合間にちょくちょくやってね、こういう風に、まあ、一応、仮拠点的なものもね、作りました。草食島ですね、ここは。まあ、コマンドリストとか作る合間にね、こっちの方もちょくちょくプレイしていきたいと思うんで、もしよければお付き合いいただけると幸いです。ってことでね、まあ、前回はめちゃめちゃ苦労して、このね、ヤンマー君を、捕まえました。記念すべきテイム不可生物縛り1匹目の仲間はこのメガネ裏のヤンマくんですね。まあ、ただこいつだけじゃ戦力にはならないんで、まあ、今回ねちょっとこいつの仲間をもっと増やして、まあ数でね補えるようにしたいと思ってるんですけども、まあ、なんせ前回テイムにめちゃめちゃ苦労したんでね、敵対してると、まあ、こいつ、不肉の手渡しテイムなんですけど、敵対してると渡せないっていうことで、まあ、かなり苦労しました。で、今回はね、まあ、その対策として防虫剤作っていきたいんですけど、まあ、これ結構コストがね、重い。人参、レモン、で、毛皮と麻酔薬。ちょ、夜になったから一旦寝るか。このゲーム寝るとかねえか。よし、朝になった。綺麗だな、ここ、朝焼けが。まあ、簡単な農業はやってるから、レモンとか人参はあると。うん。あと足りないのは毛皮だな。毛皮の入手が結構むずいんだよな。まあ、調べた感じ、マップ中央のレッドウッドにいる、なんだっけ、メガロケロンか。コーラは作っとくかな。これは大事でしょう。石の矢もなるべく作っとくか。よし。革装備して。よし。じゃあ、火を目指して。火行こうだな。よし。とりあえず無事着いた。よしよしよし。しゃあ、そしたらメガケロン狩り行くぜ。まあ、でも羊がいたら、もし羊が運よくいたら羊も狩りてえな。そう、で、このね、メガネ裏の効果がね、なんとレーダー。今反応してねえけど。このメガネラ君、レーダーの効果を持ってるんですね。まあ、これで危険生物がいたら、すぐに察知できると。このね、捕まえたメガネラの効果もしっかりと活かしながら、ほら、こういう風に危険生物は黄色い点で示されるからね、すぐわかるんだよな。この能力もしっかり活かしつつ、まあ、安全に行こう。いいな、クソ能力かと思ってたけど意外と使える。うわ、めっちゃやばい、あそこ。あっちやばいから、こっから行こう。おい、全然方向違えし。全然敵に合わない。あ、いた、やべ。あ、メガニューラだ。あっちにアルファ見えたな。こいつらもできれば仲間にしたいんだけどな。無理かな。お、一個あげた。よしよしよし。道中も仲間にできそうだったらしていこう。くっ、惜しい。
惜しい。オッケー、来たー。よーし、よしよしよし、いた。え、なになに、お前こいつ敵か。わかった、腐肉、肉があると敵対するんか。ちょっとだるいな。あー、敵対された、最悪。何取れるんだろう。生肉キチンか。よしよしよし、順調順調。順アンドチョウって感じ。あー、やべ、ラプトルがいる。痛い痛い、やばい、何、ユタラプトルや、やばい。やばいやばいやばい。あ、やばい、あいつ死んだな。あいつやばい、絶対死んだ。あと、パスしやる。いや、待て、いや、マジふざけんといて。あっぶね。もうちょい、あ、みんな、お前ら仲間になる、みんな。防虫剤いらんやん。防虫剤いらんわ、こんな頑張っておりにくれに。まあ、ええか。もし俺、防虫剤いらなくね？苦肉に群がってね、メガネーラなら普通にテームできるやんけ。あ、こいつレベル高い。ここにもいいんじゃん。よしよしよし。いいぞ、いいぞ。こいつもレベル高い。56レベル。よしよし、あと1回。うわ、やばい、やばい、調子に乗った。やばい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 。うわ、無理だ無理だ、やばい。むしろこのレーダーで探せばいいのか、メガネ裏を。あー、出た。やばい、最悪。うわー、はめられたー。はい、てことでね、もう防虫剤いらねえってこと分かったんで、もう普通になるべく安全なところでテイムして数増やしていきたいと思います。こういう森の中にね、結構いるんですよ。ほら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 、いた、おるぞおるぞ。これオッケー、4体もいる。しかも敵対しないから、はい、渡せると。よし、こんな具合で仲間にしていこうと思います。イエス、はい、ゲット。
はい、ほいほい、よいしょ。はい、ってことでね、こんだけ集まりました。もう大群だね、牛の大群。こんだけいるとちょっと気持ちは、いや、かっこいいね、この羽音がまた何とも言えない。じゃあ早速ちょっと襲わせてみるか。このとろそうな草食恐竜やってやれ。いいねいいね、結構ダメージ出てるよ。しかし足が遅い、全然追いつけていない。あらなんだこの間抜けなレースは。いや逃げられちゃったじゃないんだよ。あ、チャンスチャンス、お、いいねいいねいいね、あ、すごいすごい猛攻だ。捕らえることさえできれば。あー、もうこうなったらもう、うわ、あ、これはもう、これはやったんじゃないの。いいよいいよいいよ、もう、あー、かわいそう、モスコプスが。お、いいねいいね、ジロフォもやってんよ。ジロフォもや、おー、ジロフォもやれる。あれ、君たち意外と強いんじゃねえの。トリケラ行ってみる。レベル8だし、まあいけるかな。レベル8だから大丈夫だろう。ちょっと怖えけど行ってみよう。行くぞお前ら、やれ。おー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 、瞬殺。あれ、意外とこれでけえやつの方が効果的なのかも。あるな。よし、トリケラもう一丁いってみよう。やったれ。あれ遅いね君たち。あ、でもいい、すごいチクチクすごい入る。おお、トリケラを瞬殺できるこの能力、マジか。ちょっと待って、想像以上に強えじゃねえかおめえら。ちょっと想定と違うな。さあ、雨が上がって奥に見えますでしょうかね。あそこに見えますかね、あの暴君の姿が。あいつ行ってみるか。お、来た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 、行け。さすがにこれは無理か。いや、お前らなら今ダメージも結構もらってるが、どうだどうだ。おお、手数で勝っていく。あ、すごい、出血がすごいが。相手もね、こんなわらわらしてたら的絞りにくいかもね、もしかしたら。やべ、なんかチリチリになっちゃった。チリチリになるとあんまりだな。やっぱり束になると強い、そういう系のやつだね。やべ、あ、やべ、やられた。テリジノか、テリジノはやばい、テリジノはやばいんじゃないの。やべ、一匹やられた。うわー、もう一匹やられた。頑張れ頑張れ、お前らならやれる、やれやれ。ちょっと加勢します。やったれやったれ。おーおー、やれるね君たち。君たちいいね、思ったより強いぞ。ちゃんとついてきてるか。大丈夫か。いや、お、遅え、移動速度が遅え。素足こそうな見た目してんのにな。もう後ろ気にしながらゆっくり進まないと。ここはちょっと探索に連れていくには難ありだな、この遅さよ。頑張ってくれよ。はい、ってことでいかがでしたでしょうか。今回はね、このメガネ裏回となりましたけども、まあ、あの思ったより全然強かった。
こんだけ数集めて強敵に挑んだらもうあっさりバタバタやられるみたいな、そんなオチをね想像してましたけども、意外や意外、もうカルノやテリジノにも勝ってしまうというね、意外な強さを見せてくれたこのメガネウラ君、まあ、見た目もね非常に、かわいい見た目でございます。まあ、地味にねカラーバリエーションもあって、まあ鑑賞用にもいいかもしれません。はい、ってことでね、次回はねまた新たなね別のテイム不可生物のテイムに挑戦していきたいと思っております。といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。